皆さんこんにちは、ケアキョウです。本日は厚労省発表の月給32万円が実態と違う理由をご紹介していきます。先日介護職の月給が32万円を超えたという報道がありました。これに対してなんで実態と違うというようなご意見たくさんいただきました。今回はそもそもこの調査は何なのか、調査結果はどうなっているのか、どうしてこういった結果になっているのかを解説していきます。ケアキョウでは介護職の方にとってお役に立つ情報を毎日配信しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また個別のご相談も受け付けてますので、何かある方は概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせください。今回の調査ですが、どういったものなんでしょうか。今回の調査は介護従事者処遇状況等調査と呼ばれるもので、厚生労働省が毎年実施しているものです。この調査を行う目的としては、介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を売ることを目的とすると記載されています。わかりやすく言えば、介護職員は今どのぐらいの給料をもらっているのか、処遇改善加算はどのぐらいの処遇の改善につながっているのかということを調べて、介護報酬改定の議論の際の参考資料にしようというものです。調査は無作為抽出にて行われて、介護サービスごとに 5-25% 程度の事業所において実施をされています。今回の調査では7346の事業所から回答が得られているとのことです。結構多いので、皆さんが勤務する施設でも知らぬ間に行われているかもしれません。そしてやはり気になるのが、どういった結果になっているのかです。今回は皆さんが気になる給料に焦点を置いて解説していきたいと思います。こちらの表が物議を醸したものです。特定処遇改善加算まで取っている事業所においては、介護職員のお給料、令和2年2月時点の月給は32万5550円、平成31年2月時点の月給は30万7430円、1年での平均給与額18120円増加となっています。処遇改善加算のみの取得で見てみると、こちらです。令和2年2月時点の月給は31万5850円、平成31年2月時点の月給は30万120円、1年で平均給与額は15730円増加となっています。いかがでしたでしょうか。皆さんの感覚とズレは生じていましたでしょうか。感覚とズレてしまった理由として考えられるものは5つありそうです。順に見ていきましょう。まず最初に考えられるのが地方の差です。今回の調査結果には地方による差分に関しては記載がされていませんが、厚生労働省が出している賃金構造基本統計調査を見てみると、地域の格差は非常に大きいものとなっています。地域によっては月給で9万円程度の差が出ていた年もありました。やはり東京をはじめとした関東地方は給料が高い傾向にあり、東北や四国などでは給料が低くなる傾向にあるようです。これは事業所の努力というよりも最低賃金や物価による影響が色濃く出ているものとなっています。次に経験による違いです。こちらは令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果に記載されているものですが、勤続年数によって給料が大きく変わることがわかるかと思います。先ほどと同じく特定処遇改善加算を取得している事業所で、経験1年目の方だと28万7620円、10年目の方だと33万9580円、20年以上勤務している方は39万9590円というふうになっています。経験年数による違いも大きいものとなっています。3つ目は資格による違いです。資格を持っている持っていないによっての差額も大きいです。この表を見ていただくと分かるように、資格がない方27万5920円、初任者研修30万1210円、実務者研修30万3230円、介護福祉士32万9250円となっています。資格手当だけが全てではないですが、長く勤めるなら資格は持っておきたいところです。4つ目が事業所タイプによる違いです。実は先ほどから述べている32万円という数字は介護サービス全体の給料となっています。そのため事業所のタイプによってはいくらかの変動があります。例えば小規模多機能型居宅介護事業所ですと、特定処遇改善加算を取得していても30万1000円となっていますし、いわゆるグループホームであれば29万5600円となっています。逆に特養では35万2930円、
老健では34万1190円となっています。もちろん事業所ごとには異なるのですが、傾向としてはこのようになっています。5つ目、そして一番誤解を生み出している要因がボーナスが含まれているというところです。こちらの月給32万円という話ですが、前提があり、税金を引かれる前の総支給であること、内訳として基本給、手当、ボーナスを月額に戻したもの、これらが加わっています。ですので毎月皆さんの手元に入ってくる額としては全く異なるものになるのです。厚生労働省が参考として出している分かりやすいデータがこちらです。こちらは特定処遇改善加算は取得していない事業所のデータになりますが、基本給与額31万5850円の内訳として、基本給が18万2260円、手当として7万8440円、賞与として5万5150円となっています。そのため正確には月の総支給の平均は26万700円、賞与の金額を引いたものになります。これから税金が引かれますので、皆さんのお手元には約20万円が口座に入金されることになります。厚生労働省からデータは出ていませんが、特定処遇改善加算をもらっている事業所の32万円というものも、賞与を除いた月の総支給に戻せば約26から27万円程度となっているかと思われます。今回は厚労省発表の32万円が実態と違う理由をご紹介しました。いろいろな理由があり、勘違いしやすい構造となっていることが分かったかと思います。ただ全産業との差はまだまだありますので、これからもお給料の改善が望まれます。本日は以上です。人間関係や仕事でのお困りごとなど何かご相談があればケア協の LINE までお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもこの動画役に立ったと思っていただけたら、いいね、チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、さよなら。